こんにちは。今日はザクロを使ってシロップを作っていきたいと思います。今日農家のお友達がくれたザクロと、その親族の方が前くれたザクロがあるので、これを全部皮を剥いて実を出して作っていきたいと思います。そのまま食べても美味しかったんですけど、ちょっと渋みが強かったので、今回はシロップとして生まれ変わらせたいと思います。それでは切っていきます。はい、こちらが、親戚の方の方の桜で、こちらの小さいのがお友達のお家の木の桜です。どちらも白っぽい実がぎっしり詰まっています。包丁が黒ずんできてしまうので、さっさと切ってパパッと作業したいと思います。はい、2時間ぐらい薄皮と格闘しておりました。しっかり洗ってたくさん中の実が取れたので、ここに砂糖をたくさん入れて煮込んでいきたいと思います。はい、発作のマーマレードの時も、マーマレードをあげたお友達が後でこのビデオを見て、こんなに砂糖を入れてたのに全然甘くないねと言ってたんですけど、今回はザクロの量が多いので、一番初めに入れられるお砂糖の量はこれでも少なめです。どんどんかさが減ってくると思うので、砂糖を足して足して煮込んでいきます。はい、かすがたくさん出てくるので完成しました。瓶詰めの中に輪切りのレモンもアクセントとして入れたので、ちょっとおしゃれな一品になりました。これをザクロを取ってくれたお友達と私の大事なお友達に裾分けして、秋の味覚を楽しみたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。